鹿児島遠征ということで、SP キングさんのエギング大会の方、絶対優勝するからな。キロは行ってるはずっす、これ。来ましたよ、皆さん。大きいよ。でかいです。顔が燃やせるゴミです。やばかったっすよね、来ていただいて、はいはい、商品の方をね、はい、はい、みなさんこんにちは。こんにちは。いらっしゃー、来たよ。おいお前も熱がすごい。今回はですね、はい、初の、はい、鹿児島遠征ということで、皆さんお聞きしたことあるかと思いますけど、甑島に来ました。よっ。今回ですね、はい、釣り系 YouTuber の SP キングさんのエギング大会の方に参加するということで、ありがとうございます。今回ちょっとお邪魔させていただいております。はい、大会ルールはこちら、ドン。大会のね、開始時間が深夜帯から、翌昼までということで、はい、今からね、下見の方を兼ねて、はい、ちょっと回っていこうかなと思います。はい、大きいの子釣れそうやったら、ちょっとそれは釣らずに大会に取ってといて、でも人が入って取られる可能性もあるから、うん、はい、気持ちで、じゃあ、そこはもう釣りたかったら釣っちゃおう。あ、僕は釣ります。あ、僕は釣ります。もう我慢できない。我慢できないです。あの、大会は大会の時間で釣るんで。確かに、どこなんだと、ここは、はい、ね、大仁田さん。ファイヤー。 うるさい。絶対優勝するからな。ファイヤー。はい、ポイント来たんですけど、風がやばいんですよね。10メーター吹くみたいです。怖い。はい、まず1箇所目、1投目ということで、日中の鉄板エギ、軽オレンジダークグリーンですね。風がやばいね、マジで。甑島一発目ですね、右から左に風がめちゃめちゃ吹いております。吹いてるんですけどね、とりあえずノーマルの、はい、ノーマルスタートでとりあえずやっていきます。いや、風がやべえな。もうほら、沈んでないもんな、駅が。まあ、一箇所目、あの、下見、行ってきたんですけど、風がひどくて、予報で10メーターぐらいなんやけど、体感15メーターから20メーターぐらい。上甑島にいたんですけど、中甑島の方に今ちょっと移動して、風の具合をね、ちょっと見てみようということで。あそこの橋があるんだ。橋を渡ったら、渡ったら中甑島の中。あーはーはー。ある。ある。え、ここいいんじゃない？ちょっと投げてみます？絶対。やめろ。やめろよ。爪痕はね、ちょくちょくありますね。風向きがどんどん変わる、コロコロ変わるんでね、ちょっと立ち位置を変えながら誘ってます。ちょっとシャロー地帯の方ですね。いや、風が今さっきはこっちから正面からね来てたんですけど、次右から来たり、また今正面に変わってるんですけどね。なんかね、まあ離島ならではのどこからでも吹く感じっすよね、風が強い時は。そうね、こう手前の方に来たらちょっと潮がね、いってなる感じがあるから、来た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 す来たす来たす来た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 、うん、でかいす。でかいでかい。
ああ、いいよ、いいね、いいよ、いいよ、ゆっくり出しちゃった、いいよ、おー、いいね、いいね、元気やな、こいつ、こいつは元気やわ。なんて、いやー、ジュレタ、やったったおった、ほらおったね、おったね、上がってきとる、あんた結構走ってくれたんで、キロは行ってるはずっす、これ。あ、来た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 。あー、一本来ましたよ、皆さん、おっきいよ。いや、これキロあるやん、ね、あるある、余裕だ、ある。ゆうすけがね、ギャフをかけてくれるみたいで、はい。はい、上手。はい、でっかい、でっかい。抜けた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 、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、いや、足一本やけんな、ちょっと待って待って待って、うわ、元気になった、これ取ろうよ、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、取れる、とし取れる、ちょっと一本なんで横に自分歩くんで、かけようか、いいですか、俺、うん、ここでじゃあカメラ任した、はいよ、了解、足1本なんでこれ以上上がらないんですよ。オッケー、頑張ってみる、ナイス、これ2キロある、ショタ重たい、ゆっくり、大丈夫、ステイス、ナイス、でかっ、ナイス、いいね、でかいです、でかい、やば、嬉しい、嬉しかった、これは嬉しか、測ろう測ろう測ろう、どうどうこれ僕が釣ったふりしてね、ちゃんとつけたまま00っすね、これね、はい、うん、はい、頭をね、シュッと、はい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 、2240、よいしょー、おめでとう、おめでとうございます、ナイス、どんな感じやったん、いや、ヌメってした当たりやったんすよね、あ、そうで、分かんなくてドラグ押さえてからフッキングしたんすよ、ああ、風があったっけ、はい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 、おめでとうございます、あー、エギはエギ、エギの紹介も、はい、エギちゃん、王道のムラムラチェリーズ、ムラチェですね、ボロボロやないのこれめっちゃこいつ釣れるんすよ、あ、このエギがこのエギが釣れるんで、ボロボロやもんね、ボロボロっす、うわ、すごい、こっち激しめに乱暴されてるわ、あかっユーチューバーさんのスニーカー、スニーツーツレ、ジルネさんも参加してます、よろしくお願いします、お邪魔します、それでは明日みんな大会頑張りましょう、頑張りましょう、バイバイ、釣れましたか今日直球すぎだと、ふなと、アミちゃん、アミちゃん、はい、今回撮影ということで五色島に入ってるみたいな、2キロ今回あげるんですね、悪い、いやいやいや、悪いらしいです、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 まあ、応援します、今回はですね、はい、五色島の石原壮さんに、はい、お邪魔しております、はい、綺麗ですね、はい、めちゃめちゃ綺麗、綺麗です、ということでお部屋の紹介を、はい、よろしくお願いします、はい、私の部屋ですね、いや、どうせの部屋行くんだダメ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 だから、今日の部屋ですね、はいはいはい、はい、どうぞ、和室ですね、はい、荷物がひどいですね、はい、ひどい荷物が8畳8畳、あ、広い、広いです、十分ですよ、3人では、今日はね、ここで仮眠取って夜中の2時3時2時には起きないと、うん、準備とかいろいろして、うん、3時にはもう出発したい、なるほど、了解です、じゃあ今からちょっと仮眠取って、はい、明日の本ちゃん、はい、大会、はい、やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします今からちょっと潜入、とつって、とつり密集しよう、密集します、はい、
そんな感じじゃない。そんな感じじゃない。来ましたよ。SP キングのキャプテンでございます。マー君、そこで何してるの？それではデュエルサポーターにはなれません。今そういう話してます。了解です。じゃあ今からちょっと潜入していきたいと思います。結構いますよ。結構おるみたいですよ。結構おるみたいですよ。めっちゃおるー。お邪魔します。この口で。マー君なんですけど、はい、今日ドタキャンしたんですよ。ドタキャン。ドタキャンしたんです。マー君。はい。デュエルサポーターを目指してるからがですよ。今日ドタキャンしてるんですよ。そうなんですよ。目指すんやったらね、アミタの。危ない。ライブ配信で。すみません、お邪魔しました。お邪魔しました。はい、おはようございます。大会当日ということで始まりましたね、おはようございます。おはようございます。早速ですね、ポイントの方今、到着しました。はい、でも爆風なんでね、定点を出せないんで、ちょっとこういった感じのオープニングになると思います。はい、で今、夜中の3時、ここから、はい、昼の2時まで大会ということで、まあ頑張っていかないといけないんじゃないでしょうか。はい、やるんでしょ、我々なら。やります。昨日は翔太くんが、はいはい、2キロかましてくれたんで、全員安打と、まあ、キロ、目標にね、はい、やっていきたいと思います。はい。じゃ最後、ゆうすけ。はい。優勝して、アミちゃんの、ダメ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 、これダメなんだ。ダメ。はい、今ね、ポイント、移動しております。おのおの、気になったポイント、イメージがあるポイントに、入っております。今日もこの辺から、行きたいと思います。ちょっとね、海面にライトが干渉しないようにやんないとね。タイミング的にはね、今干潮、土管からの、上げですね。大会です。一発やりたいと思います。エビ級の夜な夜なタイガー、ナイト強そうなやつです。風がね、14m 吹いてます。おっぱいやー。デュエルの関係者の人たちともね、夜喋ったんですけど、エビ級は結構ダート系と、結構前にポンポンポンっていくぞと、そこら辺意識しながら動かしていきたいと思います。はい、おはようございます。はい、ムラチェノーマルですね。ちょっと待って、投げ回すって言ったらハンドルついてない。はい、とりあえずお待ち、一から。昨日と状況が何が違うかというと、風速が2メーターぐらい上がったのと、ラインが見えないんですよね、夜なんて。ウェンディングが大変ですよね。突風なんですよね、風が。風が止むタイミングが絶対あるんで、その止んだタイミングっすよね。一撃狙いですね、一撃狙い。来ましたね。そんなサイズはないけど、おったおったおった。坊主は返しました。よいしょ、ありがたき。15センチ以上あるでしょう。写真を撮らないといけないんですよね、大会ルールとして。あー、いい朝ですね。おはようございます。あー寒いよ。イカちゃんどこにいんの。ゆうすけさんもね、向こうの方でずっと粘ってるんですけどね。もう風ひどいですよね、マジで。一番ひどいかも今。もう右から左から後ろから前からもう吹き荒れてますから。髪跡みたいなやつもあったんですけどね、もう当たりがわからない。もうタイガーやりましたね。こんな感じ、なんとか。
痛い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 申し訳ない痛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 い。この浅真面目の、うん、ビルレのそれ全てこもってますから言わないでよ言わないでお疲れ様です。お疲れ様です。このやつね、こう検討してるみたいですよね。はい、はい、3人の一杯なんで。パーフェクトボディ。今からみんなで掃除に行きます。はい、清掃活動です。はい、青が燃やせるゴミです。ほらほら、ボンボンのやつ。ゴミがすごいな。すごいんですよ、白波が。風でね、白波立っちゃって。すごい。あら、ちょっと。怖い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 。これは怖い。ああ、3キロ釣りてぇ。おい、お前ら聞いたか？リルレが3キロ釣りてえって言ってんのに、こん中でひよってるやついねえな。おっきい声が恥ずかしい。やめたー。恥ずかしい。はい、はい、乾杯。結果発表いきます。かなりの接戦でした。第3位はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。エスピーキングさんから、はい、抽選会をね、はい、はい、いや、やばかったっすよね。よかった。来ていただいて、はいはい、商品の方をね、はい、紹介したいと思います。はい、はい、ダートマスターラトルのシステムから日中ピンクです。おい、新色ぶち込んでくるってすごいな。うん、おお、これはちょっと使ってみたい。LQ です。おお、いいね。LQ のまたこれもシステムから、スミジョブルです。なるほど。新しいやつです。うん、で、あとこれもいいですね。エギングリーダー。おお、いいですね。いいですね。はい。タオルです。ほう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 。亀屋のタオルです。あとステッカーですね。はい。いい感じ。クソジジイ。で、このエギケースプラスエギです。お、すごい、これやばいでしょ。はい、はい、ということでユウスケの方はね、以上となります。ございます。これがプロスペック漢字。お、エギですね。クロックスですね。うん、はい、クロックス、クロックスじゃん、クリックス、クリックス、スリッパじゃねえジジイで、ダイワさんの、エギケース。おお、いいじゃないですか。で、ダイワさんのラインカッター。お、いいね。続いてショタ、はい、ショタ大きい方ですね。大きいね。ちっちゃい方と大きい方があって、そう、ショタ大きい方取ったんですよね。そう、まずですね、一緒ですね。ステッカー、あ、まあステッカー、ステッカーですね。はい、やば、番長のユギだ。へえ、番長っす。おー、いいじゃん。へえ、かわいいじゃん。プロのキャップ、キャップダダン。おー、あー、おなじみのエギっすね。これ完全にサポーターになれますね。サポーターになれます。あ、しかも違いますね、さっきの。内容が、うん、全然内容が、うん、内容が違いますね。続いてプロステのピンクマーブル 3.5 ですね。はい、デドゥン P に最適、 P コートですね。あ、 P コート、 P コートで一緒ですね。一緒ですね、さんと一緒です。はい、まだあるんですよね。はい、今回ですね、これは全員にいただけるやつだったんですけど、別でいろいろ抽選があって、はい、そのうちの1個が自分当たったんですけど、はい、アミちゃんからいただいたステッカーです。はい、お、いいですね。いただいたんですけど、これサインはもともとなかったんですよね、はい、僕が捕まえていただきました。あ、いいな、もっと釣りたい。今回ですね、はい、千馬さん、お、はい、ご参加ですね。はい、もちろん捕まえていただきました。ありがとうございます。はい、続いて私、はい、リルレですね。あ、まあ、こちら、はい、はい、タオルですね。はい、まあ、ステッカーですね。はい、ステッカーが、まあ、リーダーが、ね、お、僕も番長入ってます。おー、番長、おー、なんかしかもカラーがめっちゃいいね。はいはい、来ましたよ、ドンと。はいはい、はい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 、ドンと、はい、ドンと、
普段なんか僕使わないエギだったりもするんで、はい、あの試してみたいと思います。あ、そうですね、楽しみですね、はい、それは。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、じゃん、エギですね。はい、ドロフォー。ドロフォー、はい、はい、ドン、はい、タフエイトって言って、最近僕もこれ使ってます。うん、めちゃめちゃトゥルントゥルンなやつです。桃井香りもびっくりするぐらいなトゥルントゥルンで、まさにハリアップ。そしてこちら、はい、ドン、これがですね、はい、まあ、ゴミ入れですね。はい、はい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 、いいでしょう、こうガマムチ。あ、それいいっすね、挟めるように。で、まあ、これが、まあ、全体にいただいた、いただいた景品ということです、はい、で、僕プラスアルファ、はい、あの当たったんですよ。こちらですね、はい、ゼスタ様からいただいた T シャツでございます。はい、いや、やばいっすよね、これ。これいいですよね。これしかも3名しか当たらない中を引いたんですよ。レア、かなりレア。え、でも、はい、はい、何、はい、はい、何、L って、いや、大体基準が L よ、私。いや、行くわよ、大体 L で。続いてまた当たりまして、はい、僕、はい、ダン、はい、ダイヤメ。ダイヤメ、これお酒ですね。はい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 、いや、まずおしゃれっすよね、はい、こう見た目が。じゃん、はい、最高賞トロフィー受賞してるじゃないですか。やばくない、ライチのような香りって。そう、原材料がさつまいもって書いてるんですよ。ああ、じゃあ芋焼酎、うん、じゃないかなって思います。はい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 、芋でライチの香りってやばいですね。やばいよね、楽しみやわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたきです。ということで、はい、はい、商品ありがとうございました。はい、大事に使わせていただきます、はい、でも、まあ、今回ね、不甲斐ない結果に終わりましたけど、はい、交流がめちゃめちゃできたんで、うん、そうね、インターンの方と、はい、結構いろんな地方から来てたんで、うんうん、ね、各フィールドの話とかしてて、うん、まあ、それも全部財産になったかなって、うん、いいこと、いいことや、マジで俺もいっぱいもらったと。ご飯もいっぱい食べれたなっつって、アミちゃんもおったなっつって。アミちゃんのもっと釣りたい。今回ですね、はい、あのお世話になったお宿の方ですね、はいはい、石原荘ですね。フェリー降りてから車で本当に 2,3 分ぐらいの古式島の方に遊びに来られる方はぜひご予約してみてはどうでしょうか。です、ご飯美味しかった、美味しかったの。料理はマジでやばかった、刺身もね、あったし、いろんな創作料理みたいなのもいっぱいあったし、米4杯4杯美味しすぎて4杯いっちゃいました。豚でしょ。豚に言われたくない。デブコン、デブコン、デブコンだから、ね、3D デブコンだ。いや、それはもう 3D でいいから。あ、 3D でいい、うん、まあ、今回ね、参加させていただいた SP キングさん、はい、関係者の皆様、はい、大変お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今後本当にリレーメンバーとして、まあ、誰が行くかは分かんないんですけど、各地方の大会とかもですね、参加してどんどん参加していきたいなと思いますので、はい、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。この動画面白かったなと思う方は、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。リルレのおまけ。はい、今ですね、長島の方で釣りをするっていうことで、ここでスペシャルゲストがいらっしゃいますんで、ご紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは。すごかったですね、種子島。ありがとうございます。おじさんも釣らせて。おじさんのもっと釣りたい。後半戦、はい、頑張っていきましょう、はい、すごいです。玉木浩二です。それでもその手を離さないで、僕がいるんだ、みんないるんだ、寄せてくんなや。海ですよ。海が見えました。綺麗ね。綺麗です。桜も一曲どうですか。桜、桜、今咲き誇る。ひげは取らないでって。モザイク案件です。モバです。皆さん、今私ね、リーダー結んでたんですよ。でね、次こっちに投げようかなと思ったらね、それ見てショタが入っていいですかっつって、俺入ろうと思った後にっつったら、いやいや、それはそれなんでって先に入るんですよ。自分が寄せます、イカを、うん、どう思います。そういうとこですよね。寄せます、イカを、うん、僕が寄せて、うん、はい、じゃあそれもし釣れたら俺の鳥海なっけね。よか。お、来た。お、ナイス。かかりました。大きい感じです、ね。お、
月、まあ、黄色あるかな、ないかぐらい。あ、いいですね。あ、見えましたけど。どんな感じで来たんですか。え、ちょっとグッグッて持っていかれる感じですかね。グッグとグッグといいなどこですか、ピーですか。いや、この足のところに、エギをこう、あ、絶対でかい。エギをすくえばいいです。もう逃がしていい。了解です。オッケー、ありがとうございます。オッケー、大きいよ、ほら、ちゃんと。ありがとうございます。はい、ナイス。大きい。よしよし、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。今まだ鹿児島にいるんですよ今夜の11時20分、こっから長崎まで帰りますけども、はい、パパさんもありがとうございました。いろいろガイドしていただいて、ありがとうございます。ということで、もうここから帰ります、はい、またでかい川釣る日まで、はい、See you again!